皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私はよく眠りました。元気です。起床後の一人語りスタートさせていただきます。あー、おいしい。いやー、月曜日が来ましたね。はい、月曜日が来ました。僕は何の予定があるんだっけ。あ、12時13日と連チャンで、はい、どうしても連チャンで予定が入っています。いやー、これはちょっとトイレに行く時間ぐらいは欲しいから、ちょっと早く切り上げなきゃな。一個は前の方はそうですね。はい、いやー、そうですね。どうしよう、どうしよう、よし。でその後ご飯食べに行くから、はい、ご飯食べに行くから、余裕、時間の余裕がない。なんとか作曲したい、作曲を進みたい。はい、ですね。そうですね、頑張ろう。まあ12時の打ち合わせまであと3時間あるんで、いろいろ家事とかできるんじゃないかなと思ってます。はい、いやすがすがしい日ですね。けど外は雨なんでしょ。外は雨だって聞いたんですけど、違うんですか。どうなんですかね。はい、どうなんでしょうか。よっ、あ、雨だ。今強い雨が降ってるそうです。あらら。あ、けど僕が出かける頃にはだいぶ止んできてるのか。やった、ラッキー。それまでずっとおこもりなんで、はい、はあ、頑張ります。ちょっとあくびてますね。はい、もう13日ってことは5月も半ばかね。え、早いもんですね、ほんとね。はい、やっぱいろいろやってるとそうなりますよね。はい、休む暇がない、寝るとき以外に。ずっと趣味で働き尽くしですよ、趣味で。はい、まあ今は経済ニュース聞きながらなんですけど、はい、さあ、今日も頑張るぞ。今日もしっかりと仕事じゃないんだけど頑張るぞ。いや、一つはもう仕事になりつつあるんですけどね。っていうか他の趣味もチャリンチャにお金は入ってくるんですけどね。はい、だから仕事と思ってやんなきゃね。はい、もう趣味って言ってられないですね、もう今となっては。はい、だからこれ趣味が転じてみたいなやつですよね。はい、あ、趣味が高じて、はい、趣味が高じて仕事になるというか、はい、まあそういうのもいいでしょう。はい、
ただ仕事に追われるようなね、そう趣味に、趣味からの仕事に、というか副業か、副業に追われて本業がおろそかにならないように気をつけたいと思います。ということで、起床後の一人語り以上で終了となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。今日も良い一日をお過ごしくださいませ。